はいどうも皆さんこんにちは。新たにされたのダンススクールやっーまいりました。やーということです、すさあ今回ですね、こちら、かけ ×20、メイク、キープミストということで、僕はおそらく使わないんですけれども、えー、20のね、CM がまた昴生さんとのコラボですからね、見ていきたいと思います。そして今回はなんと、すごいのが、今回のこの、えっ、ー、と、まだ映像を見てないんですけども、CM で使われている振り付けを、 なんと、先日私コラボさせていただきました、シットキングスのカズキさんが行われたということで、先日お話ししていた方がなんと、二重の振り付けをしている。ぶったまげですよね。見ていきたいと思います。収録ボタンを、ほいと、あ、行ぞ冷静でいられません。音はね、こちらの方で聞かせていただきますので、よろしくお願いします。レッツラッグ 아, 오, 오. おーちょっと買う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 よ僕買う買う え振り付け最高じゃないですかこれを、かずきさんが作られてるっていうのがすごいですよね。あの、男性です。シットキングスっていう、まあ日本で一番すごいと僕は思っている、えー、4人組のダンスチームの方たちがいらっしゃるんですけども、先日、えっ、ー、と、その中のお一人、かずきさんという方とコラボレーションさせていただきまして、まあいろいろとね、お話を伺って参ったところ,いうところでございます。本当にかずきさん素晴らしい方で、なんかこう、あの、ですね。 めちゃくちゃこう。 お頭のいい方だなというところと、めちゃくちゃダンスが上手い方なのにも関わらず、僕みたいな人間にもすごい丁寧に接してくださるっていうところで、一発のダンサーがですよ。もう、かずきさんみたいなもう、あの、ダンサー界の視点のみたいな人とお会いした時に、あー、かずき様ってなったんですけども、いや、あらたさんっていう風にしっかりとこうコミュニケーションを取ってくださる素晴らしい方でございまして、ぜひね、そちらの動画、昨日も一本上がってますし、その前にも上がってますので、あの、見てみてください。NCT だったりとか、エクソっていう K-POP のチームの振り付けをされている方なので、 振付のも聞いていいてただけるかと思いますすののででそちらの方もも見ていいたただきたいんですけれどもまずこの、まあ、えっ、ー、と、CM、とりわけその企業さんの CM の製品を振り付けに落とし込むという時には、やっぱりその製品の持っている、まあ、コンセプト、テーマみたいなところを振り付けに落としていくっていうのは、えー、まあ、あるあるなんですけれども、今回はこのミストですね。まずは、お顔にかけるという、この、 このモーションを振り付けにするのと、えっと、シェイク。振るっていうところがまた入ってくるので、その、物を持って振るっていうところが、振り付けにそのまま落とされてるっていうところがポイントになってきますね。見ていきましょうか。まずは、物が置いてある状態からですね。どんな時もっていうふうに、これはアイアムかな曲は。いい曲ですよね。ちゃっちゃっちゃっちゃ。ああ、かわいい ここら辺はこう、手鏡を持ってメイクアップ、メイクアップみたいなところですよね。テーマを、これね、かずきさんにめちゃめちゃ聞きたいんですよね。あ、20のメンバーにあったんですかみたいな。ちなみにその NCT だったりとか、エク o のメンバーの方たちにもお会いしてる、えー、すごい方なので、実際にレッスンとかされてる、K-POP のアーティストにレッスンしてるってやばくないですかっていうところで、多分、20のメンバーの方たちにも教えに行ってんのかなとかね、ちょっと気になるところなんだけれどもね <laughs>。 あー、なるほど。まず、いきなりその製品を持たないっていうところ。まずは二重の可愛さを全面に押し出していくところから始まって、みんなで、えーっと、物を持っていただいて、キャッチして、アップして、ここで振ってますね、まずね。シェイク、シェイクしてますね。あー、で、段差つけて、シェイクしていくと。前かちゃんも振ってますね。シャカシャカと。で、ここで、遠くに持ってって、 実際にこれ押してますね。プシュプシュね。ミストがちゃんと出てます。ドドドドドドドっと。あー、いいですね。オープンって感じ。てか、衣装よね。<laughs> リクちゃんなんかいいですね。ウルトラマンみたいで。あー。あー、なるほど。 これを振っていくところと跳ねていくところで構成を変えていくとね。なんか全ての動きに無駄がなくて意味があるっていうところですよね。ああ、いいじゃないですか。いやすごい。かずきさんもすごいし、二重もすごいうん。これいいですね。 あ多分ですけど、あの、かずきさんに NCT のお話をやっぱり伺ったときに、印象に残る動きというものを作るのめちゃくちゃうまい方たちなんですけども、多分ここだと思うんですよ。ミストをかけていくっていうところの動きと、あとはこの手のパラパラ、さっきここでもパラパラパラってやってたと思うんですけども、これが、 霧を表してるんじゃないかな、そのミストの雰囲気。わーってかかってる、飛んでるっていうミストと、実際にこのかけてる形。ここから出てるんだけれども、これをさらに振り付けで落とし込むのが、この、えっ、ー、と、左手かなになってるのかなとかってちょっと思ったりするんですけどね。かわいいんですどこにいても、ははーとか、ちょっとこう、 えっと、音に対して細かく撮っていくところ、可愛く乗っていくところ、その緩急の付け方が可愛いですし、これは、これ可愛いな。ちゃかちゃっちゃっちゃっちゃああ。あ、ここの乗ってる時にも左手がパタパタしてますかねこの、この左手が。ああ、キラキラしてますね。これ、キラキラさせてるって感じ。 常にミストが出てる状態なのかしらっていうことはこれ、かずきさん現場にいたんじゃないかしらって思ってるんですよ。そういうことですね。だいたい振り付け師さんって、えー、っと、撮影現場に赴くと思うので、おそらく。ふわっ足閉じて、開いてっていう感じなんですね。乗ってるところも可愛い。ちょっとペンギンさんみたいでね。 タタタタタンタンタタタタタンタンはーなるほどシュッシュッシュニラちゃん表情いいですねあみんないいですねはい大丈夫ですね今加湿器つけてるんでね僕も加湿器のミストを今浴びてきましたあーすごいわ普通にあのー、どうやって その形を作ろうかっていう、これを生み出してるんですよね。結局、その、ん、多分一番今回、厚生さん、二重さん、メイク、キープ、ミスト、EX ということでございますけれども、印象付けたいのはここなんですよね。やっぱ。これを真似してほしいというか、これがあるから、あ、二重がやってた、あれだっていう風になるっていう、その、製品と二重と振り付けを、 一本の線で結ぶっていう、この架け橋に振り付けがあるんですよね。二重と厚生さんを結ぶこの振り付け。ここはもう単純に美しいポイント。あー、うん。Make Keep Mist EX。結構シンプルなボトルなんですね。一日中。おお。なんかいいじゃないここ。みんながそれぞれのキャラ。 走ってます。汗かいてます。スポーツしててもっていうマコちゃんですね。仕事で忙しいリオちゃんと。わ雨ですね。湿気の多い日でも、このミーヒちゃんプリティ。大変プリティ。来ました。あやかちゃんといえばもうテニスでございますけども。 やっぱこの化粧品ってなった時のあやかちゃん強いっすねなんかねあの持ってきたい一番こうメインで持ってきたいビジュアルって感じがありますねいいですね走ってますニちゃんおーやっぱ勝村さんも化粧品なんだろうメイク系向いてるなっていう感じするわあーいいですねマスク外しても崩れない的なね 来ましたいいじゃん、リクちゃん。なんか、こういう、なんですか、あのー、サマーランドみたいな雰囲気も出せるっていうところがいいですね。手の形もちゃんとこう、キープされておりますけどもね。日焼けにも、プールでも使えますよ、と。まあ、これからのシーズンですね。ああ、ここもね。マイカちゃん、ちょっと早い。もうちょっと見せてください。あー、日に当たっていてもというところですかね。崩れませんよ、と。ビーチでもね。ああ、いいですね、リマちゃん。 リマちゃんもやっぱその化粧品系強いのかなファッション的なところあインパクトみたいなところがありますよねあ水がちょっと当たっても落ちないみたいなあれなのかな揃いも揃ってメイク落ちない。おー最後多分あれですね。はい、水かかりますよーい、スタート っていうシーンだと思います。<laughs> これはもう、昴生さんもありがとうございますですし、振り付けを作られたカズキさんですよ。本当に。繋いでます。本当にあのー、二重のイメージを、可愛い,いイメージっていうところと、昴生さんの伝えたいミストっていうのを、クリエイティブでまとめていく。これがその、振り付け師さんなんですよね。カズキさんが振り付けてるっていうところがまた僕の中では本当にちょっと、激、 激ウ馬ポイントです。もう、うわはうはですね。嬉しすぎて。あー、後ろが全部青。で、こちらでピンクのお衣装と。かわいいいいあービラビラビラ、こっちか。買おうかな。僕も。買ってメイクしてみようかな。はい。というところでございます。相当感動しております。カズキさん素晴らしかったです。 お話よかったらこれ聞かせてください。なんか秘話とかあったらね、ぜひよろしくお願いします。というところで現場から以上になります。ありがとうございました。よいしょ。t